はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はライジンフライ級ランキング発表、フライ級グランプリ開催についてです。もともとフライ級には僕自身あまり関心がなかったのですが、我らのポンデリングより甘いフェイスを持つ平田達郎選手の出現でフライ級が盛り上がってきました。今回はライジンを中心に活躍するフライ級のランキングの勝手に発表とライジンフライ級グランプリの組み合わせについて話していきたいと思います。まず10位ですが、こちらは元アウトサイダーボクシングエリートの伊藤勇樹選手です。伊藤勇樹選手は25歳169センチ10勝3敗5 KO のサウスポーのストライカーです。先日もロリコン御曹司の関原翔選手をボコボコに倒しました。かなりアグレッシブなファイトをする選手なので人気も出そうです。そして第9位ですが、こちらは同じくボクシングエリート藤田大和選手です。藤田選手は29歳160センチ8勝4敗元ディープ暫定王者で、先日新竜選手とタイトル戦を行い忍者チョークで負けてしまいました。ボクシングエリートなのですが何でもできるオールラウンダーです。ボクシングという強い武器があるのでまだまだ伸びしろはあるとは思います。ちなみに MMA デビュー戦が那須川天心戦です。ここも判定で負けましたが期待させるものがありました。次に8位です。8位はシュート1位の宇田雄斗選手です。宇田雄斗選手は25歳163センチ5勝1敗柔道出身ですがストライカーです。若く見た目もよくシュート1位でこれからのスターになるのではないかと言われ、ライジンデビュー戦は期待されたのですが、ライジンデビュー戦の前に YouTuber になる宣言をし登録者100万人を目指しますみたいなしょうもない YouTube を撮ったことにより沢本選手に 1-2 のギリギリのところで負けてしまい、スターの道を断たれてしまいました。もしここで勝っていれば沢本選手に代わるスターとしてライジン側は絶対に推していた選手だと思います。しかし負けてしまったので振り出しに戻ってしまいました。これは明らかに格闘技のできる YouTuber ハワイアンデブこと我らの朝倉のみっくんのせいではないでしょうか。太るのもいい加減にしてほしいものです。次に第7位が元シュート王者福田龍也選手です。福田選手は29歳167センチ15勝7敗サウスポーストライカーで、シュート自体は正直地方出身の選手で試合機会になかなか恵まれませんでしたが、ディープに変わってからどんどん試合もできるようになり上がり調子のファイターです。ディープ王者の新龍選手ともいい勝負をしました。キャラもいいので活躍してくれるのではないでしょうか。次に第6位です。こちらは異論があると思うのですが、勝手に釣谷玲選手を6位にしました。釣谷玲選手は千葉パラエストラネットワークの看板息子で、19歳169センチ5勝0敗レスリングエリートで手足の長いバランスの取れた体をしており、なんと前線パンクラス3位の選手に1ラウンド1本勝ちしました。まだまだ打撃などは甘い部分はあるとは思うのですが、19歳ですのでどんどん伸びしろがあるでしょう。本当に期待できる選手です。次に第5位ですが、沢本達樹選手です。こちらもブレイブの秘蔵っ子で、25歳160センチ18勝2敗レスリングエリートですが、試合のファイトスタイルは CO チャンネルで、正直ライジンに来てから面白くない試合ばっかりしています。唯一中村優作戦ぐらいが盛り上がったのではないでしょうか。ここ2戦も宇田雄斗選手松葉選手にスプリットで勝ったぐらいで、しょうもない視聴チャンネルの試合です。ここから一か二か向けてほしいものです。このままでは方形で終わってしまうのではないでしょうか。次に第4位、第4位がパンクラス王者サトル選手です。サトル選手は32歳167センチ、パンクラスでの戦績が8勝2敗、もうあまり試合自体をたくさん見たことはないのですが、オールラウンダーという印象で顔が面白い選手です。キャラで今後人気が出てくる可能性はあります。吉本の売れないけどセンスがある芸人顔です。頑張ってほしいものです。次に第3位、第3位がやはりここはディープ王者の新龍誠選手です。新龍誠選手はディープ王者で戦績も多いので中堅選手かと思いきや、実は21歳と非常に若くレスリングエリートで165センチ13勝1敗の選手です。いわゆるパワフルなグラップラーで戦績を伸ばしてきました。ただ残念なのが地元仙台にジムを作ってしまい、地方なので練習相手もなかなか難しく、これからの伸びが期待できません。ジムは誰かに任し東京など練習相手が多いところで戦ってほしいものです。次に第2位ですが、こちらは LFA で戦っている堀内優馬選手です。堀内優馬選手は来月行われるロードトゥ UFC にも出場する期待の星です。24歳で167センチ9勝4敗です。アメリカで今修行しており、外国人相手に4勝3敗と勝ち越しています。手足の長いストライカーで、 LFA のタイトルマッチでは 1-2 のスプリットでギリギリ負けてしまいました。味方によっては勝ってたと言ってもいいほど前線していたので、かなり実力が高いのではないでしょうか。次に堂々の第1位です。こちらはもちろん我らのポンデリングより甘いフェイスを持つ桂太郎選手です。平田達郎選手は
UFC デビュー戦でも文句なしの3ラウンド判定で勝ち、今後が期待できるまだまだ22歳、170センチ、リーチが178センチもある日本人には珍しく体格に優れた選手です。11勝0敗でアマチュアでも無敗という全勝街道をひた走っている日本の中では一番の期待の星ではないでしょうか。オールラウンダーで綺麗な打撃も打ち、そしてグラップリングで一本決める選手です。UFC ではいつかマネル、フルーツ、ドラッグ、ケープと戦いたいと言っていました。ちなみにショートカットの女の子が好みでボーイッシュな感じがいいと言ってたので、もしかしたら神取忍選手に食われるかもしれません。そして番外編ですが、第69位は MMA 初心者の子供ホストです。子供ホストはプロフィールでは166センチと書いていましたが、163センチの倉本選手と同じぐらいでしたので、おそらくサバを読んでいるでしょう。日本一足の短いファイターとして活躍はできないと思います。以上となります。ではなく、フライ級グランプリがライジンで行われるかと言われていましたが、フライ級は結構潰し合いをしてしまったので、僕的にはそんなに見たくなく、いわゆる4人制のトーナメントで十分ではないでしょうか。まずは新龍誠vs 宇田雄斗、そして沢本達希 vs 福田龍也でいいのではないでしょうか。ここで新龍誠、沢本達希の日本一決定戦が決勝で行われる可能性が高いと思われます。そしてその後は我らのファン02人説ファイターオチハローチャンネルとしょうもない YouTube でも撮ってもらえればと思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。